ここだ。やつそくそだ。天蔵は崖だよ。大事な話をしてる。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。返り血で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。気づかれてしまうぞ。
急げ、気づかれてしまうぞ。破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい、侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め、己が死んだ時海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの、知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。
を憎む者どもに手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。넌 내게 못 있어. 도와줘! 내 걸스코이! 어떻게 옥든 벗나, 뭐 사무라이! Эндээс мутаг чадахгүй. Энэ аваа сарваад байсан. Сумуда! Бидний нүд дэрчгүй. Ой, өнөө гэх чи харлаа. Доошо! Түргэж!
Энэ хавдтал байгаа. Удахгүй өгтөл болно мус самурай.随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木屑になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。Oh!
くを取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共打ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑わかそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な。腹のこと死んじまって、フカと一緒に埋めた。ここは故郷。こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後でよれ。きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表して、お前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。
太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。ダメ。双方下がれ。甲斐に1点。はじめ。待て。離れろ。甲斐に1点。はじめ。分かれ。後ろへ。一刀に1点。はじめ。ダメ。双方下がれ。一刀に1点。はじめ。待て。離れろ。一刀に1点。はじめ。ダメ。双方下がれ。一刀に1点。はじめ。勝ったのは一刀。運が良かったな。戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂政の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは破壊僧王安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。かかれ。後ろへ。一刀に1点。はじめ。待て。離れろ。王安に1点。はじめ。悟りに近づけた。仲間を連れ戻す。甘い命の戦いだ。お願いがあるんだよ。私に勝たせとくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。これが生業では。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃ
あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは知能は9度。竹、殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。ダメ、双方下がれ。竹に1点。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。分かれ、後ろへ。一刀に1点。始め。また勝負したいの？はい、冬が来ないかね。戦が終わってほしい。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で壱岐の民は毒の餌食となるか蒙古に下る。もし壱岐が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。
あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。不可の仲間、まずは猛虎を始末せねば。やまるねぎまるお。テンタラクダフグルビンダ。よっちょち。Гэхдээ болгоомжтой. Ахаар үчивөө үхтэр болгоно. Ой, өнөө гэгч хардаа. Босоо, доо. Тэр хаа нэгтээ зутчих. Тэр тэнд байгаа юу? Энд харагдахгүй л байна. Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Дараа мултарч чадахгүй. に住むとは。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。
あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は負荷のところへ手を貸す。戦いたい。ルグを探しておけ。Gut bist bei dir. Gut bist bei dir. In der Hand. お前は死ぬのか。主上のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。侍を生け捕りにするのだ。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。助けて。道が来ちまうよ。砦から猛虎を打ち払う。俺をこじ開けろ。俺を救え。レグを探しておけ。やるぞ。
勝ち取れ。息を守れ。木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと？呪いなど受け入れん。砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。吊るしてやろう。花向けの無駄だ。お宅様に下れ。自身になぞなるか。
ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。大高様に下れ。自身になどなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。大高様に下れ。自身になどなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。大高様に下れ。自身になどなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。自身になどなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。
向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ花向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大高は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。
と赤子が互いに身を寄せ合って。毒の力だ。降らせて猛虎を流してくださいって祈ってんだ。俺らも流されるぞ。ああ俺らには地の利がある。逃げられるぞ。砦の檻に入れられて毒を飲まされるところだったが、侍に助けられたんだ。しまった。誰にも話してない。かけた男を殺したらしいぞ。少し違うな。そいつはひどく酔っ払って。侍が境砦で助けてくれた。こんな日が来るとはな。そいつは頭の家に小便をかけた。だからたたき切られたんだ。